栗山文明は、日本の合唱指揮者である。島根県出身。律とも会音楽監督。武蔵野音楽大学教授。島根県芸,芸術文化、センターグラントア芸術監督。島根県立増田高等学校。島根大学教育学部特設音楽科卒業。合唱式を、田中信明、高島正光に指示。二機会合唱団。 東京根性合唱団で研鑽を積み、からやん式などで、第9などを実際に歌ってみて、経験を積む。現在13の合唱団を有する、リッツ友会の音楽監督及び指揮者として活動する、片たら、長年直美学園の第9の講師をし、合唱人集団、音楽樹の代表幹事として、東京カンタなどの企画に携わる。 1994年まで参加した全日本合唱コンクールでは、数多くの金賞、最高賞たる特別賞を受賞し、栗山現象とまで言わしめたほか、立とも会所属合唱団の一つ、コーロ・カロスが1994年スペイントロサ国際合唱コンクールにおいてグランプリを獲得、さらに翌1995年イタリアで大収穫。 コンクールグランプリ受賞者のみで行われたヨーロッパグランプリが唱コンクールでグランプリを受賞した。日本の現代作曲家への移植活動を積極的に行っており、また海外に招待され演奏する機会も多い。1997年、マスダシスポーツ文化検証受賞。2002年、第20回中島健三音楽賞奨励賞受賞。 合唱一つの芸術として、オーケストラや室内楽と同じ位置で評価されたいと、あるいはそうあって叱るべきだとと述べるなど、合唱の芸術性の徹底的な追求が栗山の特徴であるが、その選曲については、能書きはない。思いつくまま、感じるままに組み立てている。として、一貫したものは見出しがたい。同じ時期に開催された、律とカイの格合師匠団の演奏会。 コンクールの選曲も古典から現代音楽、異色曲、妥協のない作品からいわゆる歌いやすいものまで全部の合唱団が違う色合いを出している。これについて、草壁義彦は日本史ですね。そういうことができるということがすごい。栗山現象はコンクールに新しいものを持ち込んだと言えると思う。選曲の面でもね。と表し、三好明は、 栗山さんの音楽家としての資質の中に、同化と以下と、二つのものを非常に高度に融合させて、いるなという気がするんです。と評している。全日本合唱連盟との関係は、栗山のコンクールでの活躍の記憶が鮮明な頃は、合唱連盟の最大のスターとしてもてはやされ、合唱連盟内の養殖を歴任していたが、コンクール撤退後は、 もっと純音楽的である方向に向けなければならない。21世紀を背負うような合唱団のために書いている、作曲家の活動を支える、こういうことと合唱連盟との関わりは、まず解無ですね。合唱連盟は、私たちのような大きな組織や会社に属しているわけではない。何もない者たちの合唱活動に、どういう形で参加するかということを考えていただきたいんです。 連盟の中にいて待っていたら、死んじゃいますよ、夢を叶える前に。などと、批判的なスタンスに転じ、合唱連盟のすべての役職を辞するに至っている。ありがとうございます。